はい、皆様こんにちは。便利やハッピーの門之内です。6月29日火曜日、夕方の時間でございます。6時12分でございます。吉見町を走っております。ちょっと思ったより遠い場所だったですね。ちょっと通勤で、ご案内動画を撮っておりますけれども、吉見町入っております。ちょっといろんな地名の場所通ってるんで、ちょっと吉見町 その地域の地名っていうのはあまり馴染みがないんですよね。この辺がちょっと読み方は分かんないんですけど、地面の地に頭に方角の方、ちょっと読めないですっていうところを走っております。はい、まあ吉見町役場の方と少しずれちゃってますかね。と思ったの場所と違うような目的地の場所みたいですね。割とまだ3キロあるんで、ここは何線でしょうかね。正面、あの工場、コーラさんとかの工場ですかね。もうちょっと先ですか。まあ一応工業団地じゃないですけど、割と工場とか倉庫があるかなっていうのは。この辺はまあ田んぼばっかりですけど、本当に何もないようなところで、まっすぐ道路続いております。夜中もやってるってことだと。緑の道、大里引き広域ノートですか。右側東向いても吉見観音、まっすぐ行くと川越川島方面、左鴻巣方面ですね、という緑の道の広域ノート、ここのじゃなくてその左右の道みたいですね。ちょうどまあ左曲がるところですので、吉見町メインでのご案内で動画を撮っております。ここはふれあい広場のところですね。県道でいうところ271号線で方角的にはちょうど東側ですね。東の方角へ向けて通っております。およそ700メートル先、右方向です。県道271号線、吉見町今泉ですね。ちょっと看板の文字が消えちゃってましたね。今何線かは見えなかったです。運動公園が先にあるんですね。およそ300メートル先、右方向です。
ですね、やっぱり土手なので高く作られてますね。幅 1.9 ですかね。ちょっと低い場所に位置にちょっと住宅がちょっとたくさんありますけど、集落じゃないですけど、ここはちょっと譲り合いじゃないと通れないっていうのが、譲りながら通らないとですね、だいぶ草がなければ割とあれなんでしょうけど、まあトラック通っちゃうと通れなくなっちゃうんで、さっきの幅寄せの、コンクリのポールじゃないですけど、あれがあるんでしょうね。まもなく斜め右方向で、その先右方向でさらに分岐が続きます。斜め右方向でこの先実際の交通規制に従って走行してください。基地どこなんでしょうかね。そっちの家なんですね。右方向です。ちょっと回っていかないといけなさそうですね。ナビもたまに変な道案内することがあるんで、こっからどう案内通りじゃちょっと行けそうないですね。左方向です。砂利農道じゃないですけど、はい、ちょっと変わったとご案内になっちゃってますが、ちょっとぐるっと回っていきましょうかね。そしたらここからちゃんと舗装された道路が入れるところから、行きたいと思います。そろそろちょっと目的地なので、丸抜きですね、吉見町丸抜き、はい、ということでご案内を終了させていただきます。最後までご覧いただきまして誠にありがとうございます。失礼します。